ここにレッドカラーの何かがおるじゃろ。おるのー。レッドじゃのー。こいつをナイフで刺すとどないなるんじゃろって思ったんじゃ。そういうことなんじゃ。ぶわー。レンさんの謎の規制はスルーして、スルーとかマジ石油機器、壁に書かれてる矢印の方向に行きます。ということで爆走レッツゴー。なんかそのネタ懐かしいね。ボールループです。なんていうポップで可愛い漫才もほどほどにして、レッドマンを刺したことにより行けるエリアをお見せしよう。すいません、オープンキャンパスに来たものですけど。ゴミ溜まりにようこそ。ネタが毒々しいでござるな。初投稿。新人 YouTuber が人みたいなものを刺し殺してみた結果。これは伸びる。消されるわ。おっと、なんだか煙の立つとこに来たぞ。どういうことだおい。チケモク投げ入れようぜ。いつの時代の悪だてめえら。気分はいつでも ATs メモリー。心で鳴るのはデジロック。どうもゴンザレスシノノメです。仲いいね君ら。サバンナに来たぞ。どうもレンイチゴです。どうもルンルルプです。名乗るタイミングまでカオスなのか貴様ら。このエリアは喫煙所をイメージしてる感じかな。そうっぽいね。ヘビーなスモークはあかんで。ベビーなスターはええけどな。山田くんを布団敷いて二人で寝よ。本日の焦点はラブラブランデブーをお届けしまんごす。とかお肉だらないこと言ってたらドアを見つけたんですね私。カーラーのー。そして新たなエリアに来たんですね私。とか言いつつも、よく見るとここは前ページで来たとこの別空間ですよねー。ということは、ラズベリーゴンザレス。オーナイスゴンザレス。ネタのレベル高すぎて意味わかんねえんだけど。エルモ。セッサーミースプリー。マリサだよ。ルークタン何かあるよ。ほんとだね。なんだかデジタルノイジーなとこに来たよ。これは鍵も期待できそうね。ただ残念なことにノイズのせいでこの場面作ってる時すごい重いのよ。なんならここ全部カットしたいぐらい重いのよ。つまり、ここまでカットだ人間ども。で、ここ登れるんだってことにここに来て気づいたよ。おっそ、え？っていうことはまさか、ここにあるであろう鍵を手に入れるということは、今ページでラストページですね。終わりって唐突に来るのね。でも別のシリーズもあるからね。それもそうね。こいつら意外とあっさりしてんな。エンディングに向けていざ進め、別シリーズ決まってることもあってラスト特有の重さを感じずに済むわね。でも予想以上にさらっと終わりを迎えたね。そこはほんとびっくりしてる。さて、行こうか。うむ、行こう。これは、エフェクト群ね。こうして手に入れたエフェクトを壁として確かめられるんだね。数的に多いわけじゃないけどなんだか嬉しいね。そうだね。達成感あって嬉しい。それじゃあしばし壁タイムをお楽しみくださいなんだぜ。さーてと、終わらせる時だね。エンディングだぞ、泣けよ。そもそも海外の夢日記好きさんが作ったゲームだからな。エンディングは実装されてないようなもんらしいぜ。二人が放心状態だから私が代わりに言うがとても楽しめたよ。素敵なゲームをありがとう。ウボアの立体版は泣けるレベルで感動したし、すべてのエリアに夢日記愛をとても感じることのできるゲームだった。じゃあそういうことで。夢は、これからも続く。